手には折れたマッチが強く握りしめられていた。強く握りしめ、彼の身に何が起こったのだろう。一つだけ守ろうとしたんでしょうね、これは。これはね、もう強く握りしめて、パンポブチキンの歌詞みたい。ギュッと抱えて離すなとね、うん、その中に一つだけギュッと抱えて離すなみたいなね、ダイヤモンドみたいなことを言ってますけども、行きましょう。アタマニア。スローンとマクヘールの謎のストーリー。はい、どうもエンタのゲーミングザボックス、毎週木曜日更新の木曜スペシャルクイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっております。スローンとマクヘールの謎のストーリーというところで、今日で最終回ですね。最終回やっていきたいと思います。スタートです。さあ、第75幕からやっていきたいと思います。いきましょう。ディナーといえば豪華なコース料理を思い浮かべます。貴族のディナーともなれば、幾皿も続く3階の、美味珍味なのでしょう。寝起きには言いづらい寝起きには言いづらい長文やな。そんな楽しい席でちょっとした事件が起きたようです。あ、そうですか。寝起きに収録しております。行きましょう。第75幕、貴族のディナー。貴族のパーティーで旅客として珍しい金貨が客たちの間を回されていた。お、その時急な停電が起こり、再び明るくなった時には金貨が消えていた。あら、盗っとか。とりあえず全員の持ち物検査をしたが、ある男は検査を拒み続けた。怪しい。男が警察に連行される寸前、金貨は皿の下から発見された。あったんかい。無実の男はなぜ検査を拒んだ。おお、なんでしょうね。なんか持ってたのかな。すごいね、やっぱ初回は長文やな。寝起きにはしんどいね画面全体に画面全体に問題文が。貴族は押せない。パーティー、パーティーの参加者はみんな貴族ですかと。はい。あ、全員貴族。貴族でなければ呼ばれないパーティーでした。なんかあるのかな、その貴族の中でもその、なる格差みたいな。貴族内格差みたいなあるのかな。そういうのを隠そうとしてとかそういうことかな。パーティーの開催した場所、パーティーの停電は偶然ですか？はい。偶然。貴族のパーティーで停電するってね、それもその会場選びが悪かったんじゃないですかって僕は思うんですけど。男の仕業、男は関係なさそうですね。パーティー中に停電したとき、男は何かを盗んだ？あ、まあ一応聞いとこう。はい。あ、盗んだんだ。男はチャンスを逃しませんでした。金貨じゃない何かを盗んだってこと？パーティーは盛大に行われた。いや、これは関係ないな。金貨。金貨は皿の下に落ちていた。はい。偶然落ちてしまったようです。なんでしょうね。金貨は1枚だけだった。はい。金貨を男は見たんですかみたいな。男は、金貨と男は無関係？はい。あ、無関係。男は、男には金貨よりも興味があるものがありました。なんか盗んだっぽいな。何を盗んだ？あ、ヒントが来た。
男が持ち物検査で拒んだのは服の検査でした。服。検査。ん？持ち物検査。男が持ち物検査で拒んだのは服でしたと。はい、素晴らしい質問来た。はい、はい、何やらポケットが膨らんでいるようです。ポケット、何を持ってったんでしょう。ポケット、ポケットに食べ物を入れてましたか。あ、良い質問。はい、あ、入れてた。男はパーティーのディナーを物色していました。なるほど。停電の時間を利用して男は食べ物を持っていたと。それをバレるのが嫌だったっていうことだね。ストーリーとしてはそうなるよね。ただシークレットワードがまだ2個もあるっていうね。これでは多分回答で正解にはならないでしょうね。今この流れとしてはつかめたけど、警察は、警察の持ち物検査を拒んだのは男だけですか。あ、来た、素晴らしい質問。はい、男だけでした。男にはどうしても守りたいものがありました。守りたいもの、守りたいものがそこにあんねんっつって言うてます。守りたいものは貴族としての財布、権力、権力、メンツや、メンツじゃないですか。素晴らしい質問来た。はい、あ、やっぱりメンツだ。男は貴族の中でも特殊な貴族でした。特殊な貴族、何貴族なんでしょう。やっぱ貴族内格差はあんねん、あ、格差ね、格差はあんねん。独身貴族、没落貴族じゃないの、もしかして。あ、良い質問。はい、うん、男は食べ物、食べるものさえままならないほど貴しい貴族でした。貴族内格差をこう隠したかったんだよね。それで食べ物を取って、それをバレたくなかったから、メンツが邪魔をしてね、うん、それバレたくなかったから持ち物検査を拒んだということですね。金貨を盗んだ犯人はいない。男は何としてでも守りたかったのは、メンツ。男のポケットには何が入っていた。食べ物。男は何者だった。没落貴族。はい、正しいようです。はい、シークレットワードやっぱ出さないと、これ答えは導けなかったですね。男が隠し続けていたものは珍しい金貨ではなかった。それは彼のポケット、というポケットにぎゅうぎゅうに詰め込まれた大量の食べ物だった。彼は、実は彼は没落貴族。なんとか体裁だけは貴族らしく保っていたが、その実情はとても厳しく、日々の食べ物にまで困っていた。そんな彼に、彼はここぞとばかりにパーティーのディナーを持ち帰ろうとしていたのだ。しかし持ち物検査を受ければ、それらが全てバレてしまい、貴族としてのメンツはズタズタである。そのため彼は頑なに持ち物検査を拒み続けていたのだった。見つかってよかったね、本当に。金貨見つかってよかったよ。うん、貴族といえば大きな領地と屋敷を持つ、裕福な特権階級とは言えないのが現代です。このかわいそうな男も昔は裕福だったのかもしれません。はい、そんな没落貴族のお話でございました。さあ続いていきましょう。猛烈なスピードを競うカーレースは人気があります。巨大な観客席が人で埋まり、大空に爆音が響き渡る華やかな祭典です。しかしその魅力であるスピードは危険と隣り合わせでもあります。カーレースのお話ってことですか。第76幕かな。はい、第76幕、ドライバーの直感。有名レースドライバーのビルはトップで改装中、突如
スピードを落とした。お、その先のコーナーでは何台もの車がクラッシュし危険な状態だった。うん、コーナーは見通しが悪く、ピットクルーからも連絡は入っていない。そうね、入ったから止めたわけじゃない。煙も炎も見えず、異臭もなく、音もしないのに、なぜビルは危険を回避できたのだろう。なあね、イエローフラッグを振ってたとかそういうことでもないとなると、オープニングで話してたあの話か、観客が埋まりみたいなことやから、観客が教えてくれた的なことじゃないかなと思うんですが、ビルは前に他の車いました？いいえ、いないわね。トップで回送中言ってたもんね。見える範囲にはいませんでした。スピード、スピードを落とすのは偶然だった？いいえ、うん、偶然ではないでしょうね。彼はスピードを落とさなくてはいけないと確信していました。コーナー、コーナーの、うん、他の車、うんうん、コーナーの先にゴールがあった？はい、あった。そこに観客がいたかみたいなことを聞きたいんやけど何も選択肢がないよね。これか、コーナーでビルは何かを見ていた？これやな、観客やろこれどうせ。はい、コーナー直前彼は観客を見ていました。これやっぱり観客で教えてくれたんやで。観客はビルに警告をしたと。いいえ、あれ、観客を見ていたけど観客が言うたわけではないんか。観客はビルを見ていた？あ、見ていないからか、そういうことか。いいえ、なるほどな。トップのビルを見ないから、これ何かあるぞと、そっちの方に何かがあるぞっていうのを見つけたということか。そういうことか。なるほど、分かった。逆の発想やったよな。構内差し掛かったビルは何位で走行していた？1位。ビルが突如スピードを落とした理由は、勘ですね。スピードを落とす直前にビルが見ていたのは観客。ビルが見ていたものは何を見ていた？クラッシュ。はい。なんで？もう少しですね。なんでやねん。なんで？なんでっつって。なんで？ビルは1位。落とした理由は、勘じゃないのか。危険を察知か。危険を察知と勘の違いは何なの？危険を察知も勘やろ。スピード落とす直前にビルが見ていたのは観客。ビルが見ていたものは何を見ていた？観客はクラッシュを見ていました。やっぱり。正しいようです。何が違うのよ、危険の察知と勘の違い。結局は勘でしょう、ね、最終的には勘にたどり着いてるやん、危険を察知。ビルが見えたのはコーナーの先ではなく、コーナーの先を注視している観客の姿であった。トップを走っている自分よりもさらに注目を集めるようなこと。それを、そう考えて百戦錬磨のビルは、コーナーの先で大規模なクラッシュが起こっていると確信したのだ。トップクラスのスポーツ選手はあらゆる状況の変化を見逃しません。そして状況の変化が意味するものを瞬時に理解し、即座に対応を取ることができます。だからこそその分野の頂上に君臨できるのでしょう。ということでございました。
なかなかちょっとあんまり納得のいかない、その、なんか選択肢の違いをね、ちょっとイラッとしました。ちょっとね。続いていきましょう。あなたの自宅に金庫はありますか？気楽な一人暮らしの若い、方などはあまり持っておられないようですが、貴重なコレクションがあるような人には必要となります。しかし、金庫破り、錠前破りなんて言葉があるくらいですから、金庫はあってもなかなか安心はできないようです。そんな心配性の人たちのお話ってことかな。第77幕、健コナドア。ジムは美術コレクター。私室には貴重なコレクションがずらりと並んでいた。そして窓のないその部屋唯一の扉には鍵が6つもつけられている。お、彼の留守中、錠前破りが得意な泥棒がジムの部屋に現れた。泥棒は全ての鍵を開けることができたのに、どうしても室内には入れなかった。なぜだろう。なんでしょう。鍵が6つもついている扉があって窓もないと。それで錠前破りが得意な泥棒が部屋に行って鍵を全部開けたのに中にも入れなかった。何なんでしょう。ジムの鍵はまあ開けれたから扉か。扉が開けられない。ジムも扉を開けられない。いいえ、さすがに開けれるよね。そう、コレクター自体が開けれなかったらもう無理だもんね。ジムは扉を開けられない自信があった。素晴らしい質問。はい、あるんだ。ジムにはあるアイデアがありました。アイデア、なるほど。引き戸ではなく、その何開け閉めのその扉じゃなく、こう横開きやったみたいな、そういうこと。アイデアは誰でもできることですか？はい。あ、誰でもできる。なんでしょうね。そのアイデアとは鍵を開けておくことだった？あれ？そうなの？はい。あ、そうなん。ジムは6つのうち3つの鍵を最初から開けておきました。あ、なるほど。どれを開けてるかわからないようにしておくと。結局どれがかかってどれがかかってないのかわからんくなるということか。3つの鍵は、泥棒は、開いていた3つの鍵で泥棒は混乱した？はい。それはそうですよね。うん、ですよね。開けた鍵と閉めてしまった鍵とでもう訳が分かりません。なるほどね。ただもうこれも6分の1、まあ、その確率がよう分からんから、もうこれもジムも分からなくなるよねっていう話。ジムももう泥棒がどれを解除して解除してないか分からなくなってもうて、結局みんな入れなくなっちゃうんじゃないかっていう、それはあるね。泥棒が侵入したとき家には誰かいた？いない。泥棒がコレクションを盗めなかった理由は、原因は、扉が開かない。最終的に泥棒は何回鍵を開けた？不明。最終的に泥棒は何回鍵を閉めた？不明。ジムはコレクションを守るために鍵をどうした？開けた。はい、正しいようです。はい、正しいようです。ジムは鍵のかけ方に工夫をしていた。
半分の3つを閉め、残りの3つを開けていた。どの鍵が開いているかはジム以外わからない。すでに開いている鍵をいじれば鍵はまた閉まってしまう。錠前破りは何度も何度も鍵を開けたり閉めたりしていたが、ついに6つ全ての鍵を同時に開いた状態にはできなかったのだ。さあ、ジムはできるのでしょうかというところですね。開けたつもりが閉めてしまう。6つの鍵の組み合わせですから、かなり効果的な方法のようです。当然、この鍵は扉に内蔵されている、外からは開閉がわからないタイプです。開閉どちらになるときも同じような動作をするものですね。南京錠のようなタイプだと開閉が一目瞭然で、全く意味がありませんから。はい。ということでございました。鍵回す武器とかそういうのでもわからんのか。さあ、外からはわからんのか。そうやな。内側からこうかけるときに向きがわかるけど。っていうことなのかな？まだちょっとわからないですけど、その詳細はね。はい。続いていきましょう。また男が倒れています。浜辺に倒れていた記憶を失った男。となるとファンタジーの香りですが、例によってこの男も野原の真ん中で息絶えているようです。もう例によって死んどるやん。毎回所におんねん、ほんま。すぐ死ぬやろ。ほんまに。第78幕、折れたマッチ。マッチでーす。野原の真ん中で男の死体が発見された。男に目立った特徴はなかったが、手には折れたマッチが強く握りしめられていた。強く握りしめ。彼の身に何が起こったのだろう。一つだけ守ろうとしたんでしょうね、これは。これはね。もう強く握りしめて。パンポブチキンの歌詞みたい。ギュッと抱えて話すなとね。うん、その中に一つだけギュッと抱えて話すなみたいなね。ダイヤモンドみたいなことを言ってますけども。行きましょう。野原。まず野原をね、気になるね。野原は、野原で火事は起きましたか？いいえ。起きてない。じゃあ、何やろ。何か、焦げ跡とかありましたか？いいえ。ないんだ。やっぱマッチは関係ないのかな。なんで持ってるのかというとこなんですけど。野原で男は、男の乗り物ありました？いいえ。ない。なんか気球かなんかに乗ろうとしてみたいなことかと思ったけど、そういうわけでもない。野原は広いですか？はい。広い。ただ広く、草花以外は何もない野原でした。ただ広い野原の真ん中で、マッチを持った男が死んでいたと。野原の天候は雪でした？いいえ。あ、違う。マッチ売りの少女的な感覚かと思ったら違う。天候は強風でしたか？いいえ。あら、何でしょう。程よい風が吹いてました。野原の天候は晴れだった？はい。晴れ。暖かくて過ごしやすい気候でした。男。男はマッチで何かを燃やそうとしていた？燃やそうとはしていない。でも手にはマッチを持っている。小さく震える手にはマッチですよ。それまたバンボブチキンの話をしだすっていう今にもランプに火を灯す言うてね、言うてますけども、死んだのは自殺ですかと。あ、いい質問です。はい。自殺。しかし本当は死にたくなかったようです。なんでしょうね。
男は自殺でしたと。マッチを折ったのは男だったのでしょうか。マッチを折ったのは男だった。いいえ、違う。マッチを折ったのは男の仲間でした。ほう。仲間が自殺にを手伝ったってこと？仲間は男に感謝していた？はい。うん。とても辛い気持ちでいっぱいでした。全く見えてこない。仲間のマッチは折れていた？いいえ、折れていない。男たちはマッチでくじ引きをしていたようです。くじ引き？仲間はたくさんいました？いいえ、あ、1人、死んだ男を合わせて3人だけでした。3人でくじ引きをしていた。仲間たちと男には目的があった？素晴らしい質問。はい、あった。男たちは命を懸けて亡命を果たそうとしていました。おう、亡命。亡命を成功させるため乗り物を使った？ほら、やっぱり。はい。男たちは亡命に気球を使いました。やっぱりか。気球はやっぱ出てくんねんで。気球は気球の燃料は十分だった？はい。あった。なるな。気球で男たちは喧嘩を始めた？いいえ。ではない。なるな。気球まで引き出したのに、男が死ぬ理由はまだ分かってない。気球の食料はまあ十分にあったんじゃないかなと思う。折れたマッチつまりわからんな。しかし途中でそのほとんどを捨ててしまいました。あー、食料は十分にあったけど、食料は捨てた。気球での亡命は辛かった？辛かった。とても辛い決断をしなければならなくなりました。何でしょう。気球に荷物の忘れ物に気づいた？関係ありません。関係ない。荷物は途中で全て捨ててしまったようです。ね、気球で男たちは遊んではいないでしょうし、いいえ、その気球で迫った選択っつうのは何なんでしょうね。穴が開く？穴が開くも一応聞いとこう。あ、いい質問。はい。穴が開いていた。途中で穴が開いていたようで、コードはみるみる落ちてきました。気球自体にそういうことか。だから気球に穴が開いてるからコードが落ちていって、で誰か一人降りなきゃいけないってなって、マッチを使ったくじ引きをして、で最終的に男が
折れたマッチを選んじゃったから、降りなさいっつってなって降りた、降りたっていうか落とされたというか、そんな感じになったってことなのかな。まあちょっと見てみましょう。男が命を張ってでも成し遂げたかったことは亡命。男は死ぬ直前までどこにいた？気球。男の死因は転落死かな。マッチは何のために使われた？くじ引き。男にどんな能力があれば死なずに済んだ？強運。正しいようです。亡命のために落ちざるを得なかったのか。そういうことね。その日、男は二人の仲間と一緒に亡命を目論んでいた。その手段となったのが気球。空から国境を越えることで最も安全な方法に思われたのだが、トラブルが発生してしまった。どこからか気球の空気が漏れており、墜落しかかっていたのだ。無事国境を越えるためには重量を減らすしかない。荷物を全て捨ててしまったが、それでも高度は下がっていく。男たちは仕方なくマッチを使ってくじを作った。折れたマッチ、つまりハズレを引いた男は、仲間の無事を祈りつつ、一人野原へと身を投げたのだった。なんとも悲しい物語や。死をかけてくじを、引く気分とはどんなものだ、どんなものでしょう。人はいつの日か必ず死にますが、その死がいつ訪れるかを知ることはできません。だからこそ日々を気楽に生きていられるのですが、死の選択を突然迫られたのはとても恐ろしいことでしょうね。そんなお話。さあ続いていきましょう。市場経済の重要な一要素として株の取引があります。世界の経済動向や各企業の経営状態、市場の傾向、災害や戦争、あらゆる要素が影響してくるため、株価予想は非常に難しいのです。それに挑戦しようとしている男がいるようですが、何でしょう。第79幕、株式仲介人ね。ある株式仲介人が多くの人たちに当てて株価予想を送り続けた。しかしそれが当たらないことは彼自身承知の上、それでもなお彼は株価予想を送り続けたのだった。彼はなぜそんなことをしたのだろう。株価予想を送り続けた男の話。いつか当たると信じてみたいなことかな。仲買人の株価予想は、送るのは目的がある？はい、うん、あるんでしょうね。彼には目標がありました。仲買人は多くの人々を、多くの人々のことをよく知っている？どういうこと？ちょっと質問の意図がわからん。はい、住所と名前、失散状況を掴んでました。それが当たらないことはパレー信条。株価予想を送ったことで、それが当たらない、それを嫌がってみんな他のやつを買うみたいな、そういう感じのことなのかな。だから仲買人は伸びてほしくない銘柄を株価予想として送り続けて、自分が実は儲けたい他のその業種みたいなのをずっと持ってるみたいな、そんな感じのことなのかなと思ったけど、どうなんでしょう。多くの人々と取引している？いいえ、してない。多くないならそんなに効果はないかな。仲間いました？いいえ。孤独。
孤独。賢いですかこいつは。はい、賢いね。有名ですか。いいえ、有名ではない。一部の人に自分を印象づけることを狙っていました。株価予想は、株価予想と一緒に何か送っていた？いいえ、うん、送ってはいないでしょうね。株価予想をするのが得意だった？良い質問。いいえ、得意ではない。彼は全く予想せずに株価予想を作ってました。うん、株価予想は外れて困った？いいえ、困ってないから送り続けたんでしょうね。株価予想は当たりより外れの方が多かった？うん、いいえ、うん、どちらもほぼ同数でした。当たったり外れたりか。ヒントが来ました。株式仲買人が株価予想を送ったのは何のためでしょうか。仲買人が株価予想を送ったのは利益？いいえ、利益ではないんだ。何のためでしょう。信頼？素晴らしい質問。はい、そうなんだ。その信頼をもとに彼は起業を考えていました。起業、起業は、起業するための資金はあった？はい、あった。とりあえず資金のめどはついているようです。企業の顧客が必要だった。良い質問。はい、必要です。企業のためにそれなりの数の顧客が必要でした。その顧客を決めていたの？ん？スタッフを集めました？関係ありません。関係ないし、当面は一人でやっていくつもりでした。顧客を得るために株価予想を送り続けていた。企業のために事務所を借りた。関係ありません。関係ない。多くの人々は株価予想を見て驚いた？良い質問。はい、驚いたんだ。一部の人はその的中率に驚きました。ん？多くの人々は、株式仲買人と面識がある？いいえ、ない。多くの人々の人数は関係ありますか？お、素晴らしい質問。はい、あるんだ。3200人に株価予想は届けられた。3200人は仲買人を信頼していた？素晴らしい質問。いいえ、していない。
しかし50人だけは中井を厚く信頼していました。50人。50人は、いや、なんか信頼していたんでしょうけど、はい。はい、うん、その情報はもうこれ以上得られないんだね。50人と株式仲買には交渉した？良い質問。はい。資産運用を任せてほしいと交渉しました。なんか全然見えてこないな。50人は起業のために必要だった？はい。彼は株式仲買人の有料な顧客となりました。まあ、資産運用をするための50人を選ぶために株式予想を送り続けた。当たったか当たってないかはわからないけど、とりあえず当たったであろう50人がこう出てきたということかな。どのような人たちに株価予想を送った？資産家。最初に株価予想を送ったのは3200人。3回目には何人に株価予想を送った？ 3200 人。株価予想を送り続けた結果、彼が得たものは信頼。株式仲買の目的、企業。はい。もう少し、もう少しですね、何でしょう。資産家は変わらんと思うな。3回目、3200人。信頼やと思うんやけど。企業。なんでしょうね。3200人に、株価予想、すべて同じ内容でしたか？いいえ。あら？株価上昇と下降、2つのパターンの予想を送りました。3200人は多すぎた？いいえ。多くはない。これ以上少ないと困ります。3200人を割る2でやったら1600で800かっていう感じでやっていって最終的に50にしたのかな。ってなると3回目は800か。資産家に送って800人にして信頼を得て起業をするため、これでどうだ？正しいようです。正しいようです。なるほどね。2種類の、予想を半々に送っていったと。株式仲買には起業しようとしていた。そのためリストアップした資産家3200人の半分には A 社の株が来週上がるという予想を送り、半分には A 社の株は下がるという予想を送った。1週間後、予想が当たった1600人をさらに2つに分け、B 社株上昇の予想を送り、もう片方には下降の予想を送る。同様の手順を繰り返して企業に必要なだけの顧客数まで絞り込んだら、次は一人一人に電話をかけ、証券類の運用を自分に任せてくれるように頼んだ。もちろん皆二つ返事で承諾した。この仲買には株式市場の動向を正確に予想できると信じ込んだのだ。資産運用をしたいがために、その嘘と嘘もその予想も何もクソもねえそういうの計画をやったということですかね。これを実行されたら神のごとき予想と信じてしまうのも無理ありません。問題は起業した後のことですが、これくらいのアイデアマンなら何とかなるのかもしれません。集めた資金を持ち逃げしなければですが、その起業のためにそこまでやるかねっていうところはあるけどね。はい、まあ、いろんな疑問は残りますけれども、続いていきましょう。
あなたのとても親しい人から衝撃的な告白をされてしまう。しかもその内容が犯罪的なものだったなら、あなたはその相手を信じることができるでしょうか。第80幕、庭に埋めた銃、ラストです。ある日、男は妻にこう伝えた。庭に銃を埋めてある。その情報は全くの嘘である。男はなぜそんな嘘をついたのだろう。短い。最終回、意外と短い話。庭に銃を埋めてある。実際には埋めていないけど、まあ庭を掘り起こそうとしたのであれば、その銃を何かに使う予定ではあったんでしょうねっていうところですね。それを見定めるためにわざと嘘をついたのかというところだとは思うんですが、に妻は庭を掘り返しました？いいえ、掘り返してない。その前に別の人たちが中庭を掘り返してしまいました。お？男は男の目的は銃での殺人だった？いいえ、男の目的は庭を掘ることだった？はい。うん。しかし自分が掘りに行くとは、掘りに行くことはできませんでした。庭を掘ってほしいからそう嘘をついたってことかな。掘ったことはある？掘ったことはある。以前家庭で庭に家庭菜園を持ってました。うーん、妻は男の嘘を直接聞いた？いいえ、直接は聞いていない。妻は男と何かのゲームをしていた？いいえ、していない。庭、庭は男の家にあった？はい、あった。庭は男が手入れをしてましたか？はい。しかし長いこと手入れできない事情ができてしまいました。なんの？そんな状況ある？庭には不審なものはあった？いいえ、ない。庭には銃以外のものがあった？いいえ、はい。掘っても掘っても土や石が掘り返されるばかりでした。うん、銃、銃を要求したのは男だった？いいえ。どういうことや、銃を要求って。何、銃を要求したのは妻だった？いいえ、うん、誰も要求していないと。男の仲間だった？いいえ。銃の要求って何やねん、そもそも。全く意味が分からん。嘘は
ちゃんと意味があった？はい、あった。その嘘は妻のためについたものでした。嘘は妻、嘘だということを妻は知っていた？いいえ、知らなかった。全く知りませんでした。こんだけ言ってもシークレットワードが全然出てこない。嘘をつくのが男は上手だった？はい。とても多くの人間が男の嘘に踊らされました。嘘は、嘘をつくのが男の仕事だった？なわけない。いいえ、こんだけあっても出てこない。もう他にだってタッチするとこないでしょ。嘘をつくのが男は好きではない。意味のないことは言いません。嘘は暗号？いいえ、でもないんだ。しかし嘘をついたのはある狙いがありました。一個もシークレットワードが出ん。やっとや、もうヒント遅い。男は過去に犯罪を犯したことがあるよ、あるそうです。質問 19個目にしてやっとアンナがヒントを出してくれて。男は過去犯罪を犯したことがある。そして男は刑務所にいました。庭の手入れができない理由が刑務所におるからそういうことか。わ、大体分かってきたわ。男はまだ刑務所の中におるから、妻が面会に来た時に庭に銃を埋めてあるって言えば、その刑務所の人たち、まあ、そこら辺の関係者たちが庭をこう掘り返してくれて、その土の状態を良くしてくれるみたいなことか。刑務所に男は監視されていた。はい。はい。すべて見られていました。だからこそそう言ったんだね。刑務所は、刑務所の警察官は庭を掘り返した？はい、良い質問。はい、掘り返しましたね。庭中掘り返され、見事に耕された庭となりました。それが狙いだったということですね。刑務所に妻は面会で来ていたと。はい、はい、しかし手紙でのやり取りが中心だったようです。刑務所の警察官は嘘を信じたと。はい、良い質問。はい、信じました。この嘘はもともと警察官を騙すためのものでした。そこまで分かってんねんけど、シークレットワードが一切出てこない。刑務所で男は警察官を利用しようとした。はい、良い質問ばっかり出るんだけど、はい、素晴らしい質問が絶対出てこへんね。警察は男の思惑通りに動きました。刑務所で警察官、妻は手紙で出していましたか？はい。はい、出してました。銃が庭に埋めてあることは手紙で知りました。手紙に書いたんだね。ヒントをどんどんくださいよと。全然開かないですから、本当に。妻は男の嘘を何で知ったのですか？手紙で知ったって言ってでしょ？本当に。妻は男の嘘を手紙で知りましたか？はい、素晴らしい質問。はい。そ
して最初に手紙を送ったのは妻の方でした。最初の手紙 The first letter、ね、The first letter、ね、The first letter の内容が関係ありますか。はい、あるんだ。じゃがいもはいつ植えるのと書かれていました。じゃがいもを植えるタイミングを作るために妻に耕すことは、妻が耕すのはちょっとあれだからっていうので男は嘘をついたのか。最初の手紙に男は返事を書いた。はい、はい、じゃがいもは植えるな、銃が埋めてあると返しました。そしたら掘り返されたからシグトマってなくてもあんなが提案してきてやった回答を促す前にヒントを出せよと。だいたい分かってはいるけどね、話はね。シークレットワードは分かんないよっていうところです。男がいる場所は刑務所。男が嘘で騙したかったのは誰？警察官。妻は男に、何のことが聞きたかった？ジャガイモの植える時期。男は妻との連絡を何で行っていた？手紙。男は何のために嘘をついた？耕すため。男は誰のために嘘をついた？妻。はい。うん。正しいようです。最後のシークレットワードは何やったんでしょうね。じゃがいも？じゃがいも出なかったよね、でもさっき。なんとも目が出ない話ですね、つって。バカ野郎、つって。始まりは妻からの手紙だった。ジャガイモはいつ植えればいいの？手紙を受け取ったのは刑務所の中。男は犯罪を犯し、罪を償っている最中だった。男はジャガイモは植えるな、庭に銃を何丁か埋めてあるから、と返した。手紙は妻に届けられる前に見分され、男の家には警察が押し寄せた。しばらく経って妻から届いた手紙には、警察が庭銃を掘り返したけど何も見つからなかったわ、とあった。男はもう一度手紙を送った。さあ、ジャガイモを植えるといい。はい。警察が団体で庭を耕してくれたので、妻は楽にジャガイモを植えることはできますね。これには警察もしてやられたと苦笑するしかないでしょう。手紙が検閲されていることを逆手に取った頭脳プレイです。この男が犯した罪とは一体どんなものだったのでしょうね。いずれにせよ、妻が、男が妻をとても愛しているのは間違いないようです。じゃがいもね、耕す、土を耕すのって難しいからね。本当ね、マインクラフトでも難しいですから。はい。そんなことで、お見事です。お見事です。これで、この劇場に収められた謎のストーリーは、すべて解明されました。はい。一見すると不思議な出来事。うん。誰かの奇妙な行動。お街角の小さな事件。おあなたはそこに隠されていたストーリーを見事に読み解いたのです。そうですよ。さあ、あなたの周りに目を向けてください。おう。そこにも様々なストーリーが生まれています。そうだね。今のあなたならそれを見つけ出して読み解くことができるはず。できるかね。世界は謎のストーリーに満ちているのです。まあまあかもね。私とはこれでしばしのお別れですが、スローンとマクヘールはまだまだストーリーをたくさん用意しています、うん、新たなストーリーが集まればこの劇場も再び姿を現します。まあ2は出てるんだけど3は出てないよ。それではまたお会いいたしましょう。はい、またお会いいたしましょう。さよならさよならさよならつって。金曜ロードショーかっつってバカ野郎っつっていうところで、無事、全80問ですかね、80幕80の謎を解き終わりました。まあ元はウミガメのスープ、これがまあ原点、この、水平思考という考え方のパズル、パズル水平思考、何やったっけ忘れたけどまあそういう考え方です。考え方というか、まあゲームですね。として、まあ、対話のそういうゲームとしてあったやつをね、流用してという形で、こういったゲームが出ているわけですけども、まあ、ウミガメのスープから始まり、まあいろんな奇妙な物語をね、解いていきました。
まあ、中にはかなり意地悪なストーリーもあるし、なんあえてこの隠すというね、あえて重要な情報を隠した上で、解かせるというその意地悪な、問題も多かったですけども、まあ、そんなスローンとマクヘールが監修した、そんな謎のストーリー80もとりあえず飛んでみました。でさっきも言いましたけど2も出てまして、まあ、2の方も多分同じぐらいかな、80幕ぐらいあって、でちょっとそのなんでしょう、このゲームの操作性みたいなところはちょっとバージョンアップしてるのかな、うん、という感じだと思います。まあ、一応2もプレイしたんだけどもう全く覚えてないですね。まあ、1もプレイしてて全く覚えてないですから同じような感覚なんですけどもまあね、忘れていくもんですよ、人は忘れていくもんです。まあ、ただそのね、日常の中に潜んだそんな謎のストーリーをね、見つけていきたいなという気持ちもありますし、またいずれ、2をプレイする時があったらまたそれを思い出したいなと思っております。というところで、無事、スロンとマクヘール謎のストーリー1をクリアということで、終わりたいと思います。まあ、最後番外編としておまけで、ちょっとおまけのモードだけ見てみたいと思います。どういったものが追加されているのかね、気になりますので見ていきたいと思います。というところで、はい、エンドロールお楽しみください。もう終わりか、はい、ちょうどもの終わりましたちょうどエンドロールも終わりまして、あ、他のストーリーを思い出すか、もうタイトルに戻るしかないというところですね。なんでしょうね、なんか面白かった回あるかな。まあ、今回のその中で言えばドアの話とかドライバーの直感とかね、まあ、ここら辺の話、逆にその周りの状況を察知して見つけたことっていうね、そういうところは面白いなと思うし、あとは他の回で言えば、地下室の扉、これね、これちょっとゾッとした話ですね。謎に迫れば迫るほどこれ謎、ゾッとするよね。その少女の未来を考えればちょっとゾッとする話です。あとは、忠実な犬ね、うん、これダイナマイトを抱えたまま走ってくる犬って狂気でしかないよね本当に狂気。あとは何でしょうね、まあ基本的にはだからまあ何回も言ってますけど死ぬ結末が多すぎるっていうところですね。死んでいてそれがなぜかっていうところとか、基本的なストーリーとしてはそういうのが多いですよね。だからなんで死んだのかっていうところに迫るのが多いっていう感じですよね。強盗団の資格、あとは王になるには、これもね、王になるには最終的にこう手を切り離してですね、それで騎士にこの手をつけたという。それを投げて、騎士に手をつけたと。なかなかその、ぶっ飛んだ話も多いですね。まあ、昔話として考えればよくあったことなのかもしれないけど、今、現代的な話で考えると、もうちょっとそれは、あれじゃないかっていう、その、なんかその、コンプライアンスが、みたいなね。その現代コンプライアンスを尊重しがちですから、そう考えると。時代を感じます。はい、まあ、そんないろんな話が今までやってきましたけども、前編見た人はあの話ねみたいななってくると思いますって、まあ、ちょっと気になる方はね、前編見てもらったら、ここら辺繰り返れますんで、はい、一応チャプターの番号も書いてますのでね、過去の動画を見てもらってそのチャプターのところだけ見るっていう、楽しみ方もあります。アンナを押すと、あ、説明ね、ただの説明ですね。はい、アンナの説明しがちなやつ。はい、というところで、じゃあちょっとおまけのモードを見てみましょう。ちなみに80幕全部解くのに
11時間26分かかりましたね。うん、結構かかりました。スローンとマクヘルの紹介、これは一回やりましたね。スローンとマクヘルの話、みんなで楽しむ7つのコツというところで、これ見てみましょう。めっちゃ多いわ7つのコツは、はい、もうじゃあもうその表題だけ説明します。みんなで謎のストーリーを楽しむ時の、7つのコツでございます。謎のストーリーをみんなで楽しもう。あ、もう表題だけじゃ全然わからんわ表題だけじゃ全然この楽しさわからんわこれははい、まあ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 、各自その、あの動画をストップして読んでください。謎のストーリーの出題者になろうと。3つ目、謎のストーリーの本当の楽しさ。4つ目、初めての質問を引き出すコツ。5つ目、新しい発見が一番の刺激。6つ目、このことは重要かという質問。7つ目、時々状況をまとめよう。はい、というそんな7つの項目がありました。各自あのストップしてしっかり読んでください。さらに音楽集やセリフ集、スタッフロールが見えますね。セリフ集というのは何でしょう。スローンとマクヘールの謎のストーリー。散々聞いたこと。正しいようです。もう80回聞いた。もう少しですね。これも何回も聞いた。まだまだです。1回だけ聞いたことあるかな。もっと考えてみましょう。そんな言われることあんねや。全部外したらこんな言われるかな。真面目に答えていますか。こんなことも言われん。はい。いいえ。関係ありません。俺しょっちゅうね。そんなわけはありませんね。はい。それはそうですよね。はい。いかがでしたか、お客様。お見事です。これで。うん。はい。そんなセリフ集も見れますし、音楽集は各 BGM が消えると。入館記録、ああはいはい、ロビー、ああはい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 、まあそっか、そんな結構 BGM あったんだね。確かにそうだわ、結構いろんな、あの謎解いてる時にも結構いろんな音楽流れてるな。確かに、あんま意識してなかったけど音楽にね、こんな音楽集とスタッフロールとかね、あんな劇場っつうのは謎のストーリーの遊び方を説明するという、そんなもう、うん、そんなモードでした。はい。というところで、おまけモードも終了します。はい。というところで、謎のストーリー。スローンとマクヘール。スローンとマクヘールのね、本とかも結構出てると思いますんで、水平思考型パズル。まあ、それが気になる方はね、ぜひとも本も読んでみてください。というところで、今週はここまでにしたいと思います。また来週木曜日からは新シリーズ、新たなクイズゲームプレイしていきたいと思いますので、来週以降もお楽しみください。というところで、今週はここまでにしたいと思います。また次週お会いいたしましょう。エントロゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。